モテる体臭の作り方ということでやっていきたいと思います。モテる体臭を作るための5つのテクニックをですね、今日は具体的に紹介していこうかなというふうに思いますので、ぜひ、モテたい方はやってみてください。はい、一応本日のですねお品書きがこんな感じになっております。はい、ちょっとねなんか中田さんっぽくじゃないけど、ちょっとこうねオーバーレイして、ちょっと試しにねやってみようかなと、多分見やすくなっていいかなと思いまして、はい、やっていきたいと思います。でまずは体臭に関してなんですけども、体臭がまあいい方がモテるっていうのは、まあ、皆さんご存知の通りだと思いますし、いろんな研究でも、まあ、女性って男性の体臭はかなり気にしているよねということが分かってます。はい、でこれなぜかというと、実はですね、まあ、こういう理屈がありまして、女性ってね、あの男性の健康度を測るために体臭に敏感になるように進化したんじゃないのと、だから男の体臭がモテを左右するんだというふうにいろんな研究では言われてるわけなんですね。まあ、いろんなこう例がありまして、例えば分かりやすい例で言うと、男性と女性って女性の方が香りに対してすごく敏感なんです。まあ、いろんな研究があるんですが、6倍から8倍ぐらい男性よりも女性の方が香りに敏感なんじゃないのというふうに言われたりとかするわけなんですよ。でこれなんでかっていうと、人間ってね、不健康になったりとか老化したりとか体内に炎症が起きると変な香りがするんですよ。例えば不健康なものばっか食べて運動も全然しなくて病気になってる人とかって、まあ加齢臭じゃないけど、まあ、そういうこう変な香りとかがしますよね。でああいうのが実は体内に何かしらの問題がありますよっていう状態なんですよ。だからこれを女性は見抜くことによって、まあ、その要するに不健康な人と結婚しちゃったりとか子供を作っちゃったらどうなるかっていうと、子供も不健康になる可能性があるし、生き残れない可能性が高いですよね。そうならないようにするために、女性っていうのは、まあ、匂いに敏感になるし進化したんですよ。まあ、もっと言うと、匂いに敏感じゃなかった女性はあんまり良くない男とくっついちゃって淘汰されてきたんですよ、今までのその人類の長い歴史の中で。だから女性っていうのは基本的に匂いに敏感な女性ばっかりが生き残ったんじゃなかろうかというふうに言われているんですね。これちょっとへえ楽しいですよね。そうだから女性は基本的には体臭にめちゃくちゃ敏感なんで、男の人はですね、男性はですね、結構体臭を良くするための方法を取ることによって進化の中で見つけた女性の本能として魅力的に見えるようになる可能性があるというふうに言われてるんですね。じゃあどうすれば体臭良くなるんですかということをわからない方いらっしゃると思うんで、今日はですねこちらの研究をご用意いたしました。はい、これね、今出てるかな、はい、マッコーリー大学、というところがですね行ったあの研究になります。はい、研究のデザインをざっくり説明すると、どういう人が、まあ、体臭が良くて、どういう人が体臭が悪くなるのかみたいなことをですね調べるために食事を調べたんですよ。様々な食生活をしている、まあ、男性を集めまして、で彼らに真っ白な白 T を配るわけです。で配ってその白 T を着てもらって、で48時間ぶっ通しで着てもらいます、ずっと。はい、でこの間、まあ、シャワーを浴びたりとか香水を使ったりとかして匂いをつけるのはダメで、シャワーを浴びない状態でその、ね、白 T を着たまま1時間、まあ、軽く運動してもらったりとかして、でこう汗を染み込ませて、で48時間経ったらその白 T を回収して、でこれを後ほど若い女性を集めまして、18歳から30歳までの若い女性を集めまして、その女性たちに対してこの白 T を嗅いでもらって、どれぐらいその香りが好きかとか魅力を感じるかとか、その T シャツの持ち主あるいはその T シャツの匂いが健康的に感じるかとか、あとは匂いをどれぐらい強く感じるか、みたいなものを採点してもらったという研究ですね。面白いことしますよね、研究者って。要するに食生活によって匂いが変わるんじゃないかってことは皆さんご存知の通りなんですが、どういう食生活をしている人がいい匂いになるのか、あるいは魅力的に見えるのか、健康的に見えるのか、あるいは匂いが強くなるのか、みたいなことを調べた、そんな研究なんです。で、この研究を皆さんが理解するとどうなるかっていうと、例えば、なんか、自分の匂いが気になるんだよねって人も自信を持てるようになったりとか、あと結構俺ちょっと体臭が強めというか、臭いわけじゃないんだけど、なんかこう強めな人っているじゃないですか、香りが。ちょっとそれもうちょっとセーブしたいんだよねとかっていう人もいるだろうし、あるいはこう加齢臭とか自分の香りって気づかないから、周りにどう思われてるのか気になるじゃないですか。でもちろんね、ほら奥さんがいるとか、なんかね、すごい仲いい友達がいるとかだったら聞けるかもしれないけど、やっぱりほら独身の男性なんかさ、本当に自分がどういう匂いしてるかって、あんまりそういうぶっちゃけられる友達とかいなかったら聞きづらいじゃん。で、それを、まあ、わざわざしなくても今回の研究を理解してもらえればちゃんといい体臭って作れるんですよ。なぜかっていうと、もし体臭が個人に由来するもんだったら、例えば遺伝的にもちろんね体臭を左右するね遺伝子とかあるので、そういう遺伝子を持ってる場合っていうのはこれはちょっとまあねいかんともしかたないところがあると思うんだけど、でもこれ何が面白いかっていうと、様々な食生活をしてる人を集めて実験してるから、どういうことかっていうと、まあ、多分食生活変えたら体臭って変えられるんですよ。
で、それを一応調べたっていう研究なんですね。はい。だから結構ね、希望があります。はい。で、まあ、要するに、そのいろんな匂いを、ね、ランク付けしてもらったんですよ。で、結果何が分かったかっていうと、結果はですね、こんな感じに、となりました。はい。まあね、もうちょっとね、見えてると思うんですが、まずは一つ目のポイントなんですけれども、大事なのは、その、匂いを最近いろんな人に採点してもらったんですが、その好きな匂いとか、魅力を感じた匂いとか、健康的かどうかみたいなものって全部相関してました。まあ、簡単に言うと、あ、この匂い好きっていうふうに女性が言う匂いに対しては、みんな当然それを好きと思ったし、魅力を感じたし、あとは健康的な人なんじゃないかっていうふうに、感じたんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、健康的な匂いほど、やっぱり魅力的にも映るし、多くの人に好まれやすいということが分かったんですね。だから健康的な香りっていうのがすごく重要なポイントになってきます。で、これはね、結構ね、先行研究とか見ても分かるんですけど、じゃ健康的な香りって何ぞやってるんですけど、例えばね、汗をかいてない方が男性ってやっぱり、自信持てますよね。だって汗かいてさ、匂いがさ、するんじゃないかと思うと、結構汗とかこの辺かいてるなとか、濡れてんなってなったら、なんか女子に近づかれたら匂うんじゃないかと思って気になる方いますよね。でもあれ実は人によるんですよ。健康的な人が運動すると、その運動した後って、むしろその人の健康的な人が運動してない状態よりも、女性からの評価って上がるんです。だから、実は運動した直後、ちょっと汗をかいて、軽くかいてるぐらいの方が、男性って魅力的に見えるんですよ。健康的な人だったらね。だから、本当健康度っていうのは、魅力とかと好みと相関してるから、これ大事なポイントですよね。だから健康的な生活をすれば、男性の体臭って改善するんですよ。これがまず1個目のポイントです。はい。続いて2つ目のポイント。2つ目のポイントは、フルーツと、野菜で、魅力的になりますよというものです。普段から野菜やフルーツをたくさん食べている男性ほど魅力的な匂いだというふうに判断されやすかったんですよ。だから、まあ本当に魅力的な香りにしたいと、自分の体臭が気になるという方は野菜やフルーツを食べる量を増やしてあげるだけで、だいぶですね、周りから魅力的な匂いだというふうに判断される確率が上がるということなんですね。はい。で、続いての事実として面白いのがですね、これですね、3つ目ですね。はい。肉食べる人。はい。まあ、肉はね、まあ、もちろんね、筋トレしてる人とか、ね、肉をたくさん食べた方がいいっていう文化もあるので、いいんだけども、ただ肉を食べれば食べるほど、別にその、臭くなるわけじゃないんですよ。臭くなるんじゃなくて、匂いが強いという風に採点される確率が高かったんですが、めっちゃ健康な人が肉を食ってた場合、その健康的な匂いが強めになるんだけれども、そうじゃない場合、例えば不健康な食生活をして運動もあまりしません、フルーツ食いませんって人が肉を食うとどうなるかっていうと、匂いが臭くなるんですよ。だから昔ほら肉だけ食っていいダイエットとかあったじゃないですか。あれやっちゃうとね、匂いが臭くなったりというか強くなったりとかするんですね。肉を食べる人は、匂いの強さ、激しさが増加しましたということが分かってます。そして、続いてが、4つ目のポイントです。はい。4つ目のポイントがですね、良質の油、卵、豆腐、これを食べる人は魅力的な、匂いに変わったということが言われています。体臭を抑える、効果があって、臭い体臭を抑える効果があって、魅力的な香りを作ってくれるんですよ。で、これなんで油を取ると、なんか匂いが良くなるのかって、これちょっと意外ですよね。普通ほら油分がさ、その多く食べてる人って、普通は臭くなりそうじゃん。なんか油っぽくなってた汗とかが。でもこれ実はね、ポイントがあって、いい油ってカロチノイドっていう、まあ、いわゆる人参とかに含まれてる物質ですね。この吸収率を上げてくれるんですよ。野菜とか、サラダを食べるときはオリーブオイルとかかけて食べた方がいいですよって僕よく言ってますけど、あれなんだかっていうと、そういうカロチノイドを含む、まあ、野菜に含まれている体にいい成分って油に溶ける成分なんで、油と一緒に食べた方が吸収しやすくなるんですね。だから、おそらく良質な油、例えばオリーブオイルだったりだとかね、そういうもんですね。そういうのを取ってあげると、どうなるかっていうと、体臭を改善してくれる物質が普段の食事からよりたくさん吸収できるようになって、結果体臭が良くなって魅力的に見えるということなんですね。卵とか豆腐も同じような理屈です。はい。ぜひ試してみてください。で、最後、これまあ現代人は多いんですけども、精製炭水化物。はい。これはまあ、いわゆるパンだったりとかパスタみたいな、こう、漂白したというか、精白した、炭水化物ですね。はい。小麦みたいな、そういうイメージです。はい。全粒粉は多分別だと思うんですけど、そういったものっていうのは、体臭の魅力度を下げるということが分かってます。要するに体臭がきつくなる、臭くなるってことなんですよね。うん。で、これ、見てなんとなく分かった方いると思うんですけど、あれ？これってもしかして、普通に不健康になる食生活をしちゃダメってことなんじゃないのと思った方、これ正解で。まあ、もっと正確に言うと、炎症を起こしやすい食生活をしてしまうと、どうなるかっていうと、体臭が臭くなるっていうことなんですよ。だから、どうやら僕らが感じるところの体臭の臭さっていうのは何かっていうと、あれは、どれぐらい体が炎症してるかってバロメーターなんで、体臭改善したいんだったら、どうすればいいかっていうと、炎症を改善すればいいんですよってことが、マッコリ大学の研究からわかるポイントだったんですね。じゃあ、モテる体臭の作り方、5箇条をご紹介します。こんな感じです。はい。もう、ね、研究の内容そのまま載ってる感じですけど、まあ、1つ目のポイントは、野菜とフルーツを食う量を増やしてください。はい。
具体的に言うと、例えば皆さんのご飯を一つのプレートに盛るんだったら、プレートの7、8割を野菜にしてください。野菜とフルーツにしてください。こうすることによって、かなりですね、体質が改善されますんで、体質が収まってくる、ことを受け負いでございます。で、肉食べたいんだったら、低温調理器とか使って、低温調理100度以上にしない、加熱しないように調理するといいと思います。あと、ま、茹でとかね、お鍋とかね、そういう風に100度以上を超えない状態で炭水化物を加熱するっていうのがおすすめで、100度以上になっちゃうと、ガンガン焼いたりとかすると、エイジスっていう、終末糖化産物っていう炎症とか老化の原因になっちゃう物質が体に溜まっちゃうんですよ。で、これ取り出すのがすごい難しいので、それをやりすぎると、体臭が臭くなっちゃう可能性があるので、若い人でも若いから大丈夫だって焼肉とかガンガン食いまくったりとかすると、ちょっとガンガン焼いてね。そうすると、まあ、ちょっと臭くなる可能性はあるので気をつけてくださいね、ということですね。はい。まあ、だから肉はほどほどにして、で、良質な油、オリーブオイルとか、あとサバ缶がおすすめです。はい。サバ缶他にもいろんな成分が含まれてるんで、サバ缶とか、うん。実際、オメガ3とかの吸収の率も、オリーブオイルよりもサバ缶の方が、動物性の、オメガ3の方が吸収率高いという研究とかもあるので、まあ、魚から取るのが基本ですね。で、あとは、精製糖質を卒業しましょう。週1とか、まあ、月1とかぐらいにしてください。まあ、ラーメン好きとかパスタ好きとか分かるんですよ。気持ちは分かるんだけども、それは、本当に時々にしておいた方がいいですよと。で、あとは、今回の、研究ではなかったんですけど、適度な運動です。やっぱり運動することによって、体内のミトコンドリアの活性を高めたりとかすることができて、で、これは老化対策になったりするので、これやっとくといいかもしれません。ぜひ、参考にしてみてください。来週のお話ですね。結構ですね、男性からの僕はなんか割とこうなんていうんですかね、こう男性からの質問が結構多いというか、ニコニコも。YouTube もだいたい半々ぐらいなんですけど、男女比が。で、男性の方が若干多いぐらいかなっていう感じで、結構いろんな、なんか質問が来るんですよ。で、その中で今回は、ニコニコに来てた質問ですね、体臭ってどうですかねみたいな、どうにかなれませんかねみたいなお話を、もらったんで、で、まあ、もちろんですね、いわゆるこう、体臭で、いわゆるね、なんか臭い感じとか嫌な感じをする体臭っていうのは、あれはですね、生活習慣、運動不足とか、あとはですね、結構な酸化した油とかをいっぱい取ってるとか、でそういうですね、こう食生活と運動習慣の乱れっていうのが結構出てくるんです。あとはまあちょっとね、シャワーちゃんと浴びるとかね、あとは男性だったらちょっとデオドラントするとか、嫌味にならないぐらいのレベルで香水をちょっと使うとか、いろんな対象があると思うんですけど、まあ要するに、まあ今回はですね、その悪い体臭を消すとかじゃなくて、魅力的な体臭の人間になるにはどうすればいいのってですね、そういう話を、今回ですねしようかなというふうに思います。はい、これは南の島です。はい。でですね、じゃあですね、これ体臭に関してなんですけど、実はですね、女性ってさまざまな研究で体臭で男性を見上げてるっていう話が結構あるんですよ。例えばですよ、面白い実験だと、今日の研究とあんま関係ないですけど、面白い実験だとイケメンもういわゆるこう、イケメンマッチョみたいな感じの、なんて言ったらいいんですかね、細マッチョというか、女性が見た時ああ素敵って思うような男性と、女性が見た時にあちょっとなって思うような男性を集めるわけですよ。で集めたら、彼らに同じ T シャツを着てもらって しばらく過ごしてもらうんです。そうすると汗が染みついて匂いがつきますよね。したらこの T シャツを全員から回収して切って布きれいにするんですよ。汗の匂いだけがする布きれいに。でこれでこれを瓶とかに入れて女性たちに嗅がせるんですよ。でどの汗の匂いが切れっ端が一番魅力的に感じましたかってことをですね、女性にやると、なんとですね、普通に顔とか、まあその見た目のイメージとか、あとは会話とかして、あこの人魅力的だなって思う男性の香りを選ぶんですよ、女性って。面白いですよ。だから女性って結構体臭で男性のことを見上げてるんじゃないかって説が昔からあるわけですよ。でまあこれどういう風に見上げてるかって、まあもちろんポイントとしてはですね、そこからですね、多分免疫とかを見抜いてるって話とかあるんで、自分とその違うタイプの免疫を持ってる人とくっついた方が生存に有利になりますんで、そういうのは昔からあるんですけど、ところがですね、この体臭が魅力的な男性とそうじゃない男性っていうのは何かこう、なんかこう、平均的な違いはあるのかと。だから例えば、もしですよ、免疫の違いだけで選んでるんだったら、免疫の違いが香りでそれだけで選んでるんだったら、自分と違うタイプの人だったら誰も好きになるはずじゃないですか。ところが、そうじゃないですよね。そうじゃなくて、結構ですね、この人素敵っていう思うようなですね、男性はですね、結構偏るわけですよ、一般的にはね。そう。で、その偏った中でも、例えば、こうつけがたいイケメンがいたとしたら、そこから免疫の違いとか遺伝子とかそういうものですね、嗅ぎ分けて選んでる。だから同じぐらいのイケメンだったらそういう違いはあり得るけど、広く取った場合にはやっぱ魅力的な体臭と外じゃない体臭って何が違うのってことを調べたっていうのをですね、今回ご紹介する研究ですね。これはマッコーリー大学などのですね研究で、82人の女性を対象にしたものですね。どういう実験かっていうと、女性たちにですね、男性から採取した体臭を嗅いでもらうんですね。だからT シャツみたいなのちょっと切り取って、汗かいて T シャツとか切り取ってそれを嗅がせるみたいなことをやるわけですよ。でプラスそれとは別にいろんな男性の顔写真を見てもらうんですね。でそれぞれどれぐらいその相手を魅力的に感じるのかってことで10点満点で採点
転してもらいます、はい、ということを行ったんですね、まあ、だからつまり大衆 と、写真を別々に見せて、でどの大衆に魅力を感じるのか、どの男性に魅力を感じるのかってですね、そういうことをですね調べたっていうですね、そういう内容になっております。でその結果何が分かったかっていうと、結構ですねこう、面白いことが分かりまして、なんとですね大抵の女性は、まず大事なんですけど、大抵の女性はなんとですね独身男性の大衆の方が魅力的だって判断したんです。だから女性は大衆で相手が独身なのか既婚なのかが見分けられるんですよ。へーって話ですよね。はい。でさらにですね、もっと言うと大抵の女性は独身男性 の顔の方が男らしいっていうふうに判断したんですね。ここがだから2つのポイントで、だから1つ目の実験では、男性のですね大衆の香りから、魅力的かどうかっていうものを判断してもらうと、女性はですね見事に独身男性の香りを嗅ぎ分けて、その男性の方が魅力的だっていうふうに感じたんですよ。でさらに、見た目のね写真をですね選んでもらう実験だと、男らしさだけで判断すると大抵の女性は独身男性の顔の方が男らしいっていうふうに判断したんですよね。はい、これすごいんですよね。で実際にですねどれぐらい違ったのかっていうと、さっき言ったあの点数をですね10点満点で採点してもらうってことを今回の実験ではやってるんですけど、これによって何が分かったかっていうと、既婚男性の対象に対してつけられた点数がですね10点満点で3点だったんですね。3ポイントだったんですよ。で一方平均でね、で一方独身男性の対象に対して女性がつけた点数っていうのは 3.5 から6点ぐらいの間だったんですよね。はい、 3.5 から 3.6 点ぐらいの間だったんですよ。結構な差ですよねって話なんですよね。そうだからですね、はっきり言ってですね、結構こう女性っていうのは香りでやっぱ嗅ぎ分けてるんですから、よくね昔からありましたよね、あの旦那さんが帰ってきて香りを嗅いで、あ今日なんか女と会ってきたねみたいなことを言うシーンとかありましたけど、あれはですねどちらかっていうと浮気を見るっていうよりかは既婚なのかそうじゃないのかってことがですね判別するっていう能力があったんですよ。でここから先はポイントです。じゃあこれだけ聞くと女すげーってなりますよね、女性すげーって思いますよね。じゃあ男性の諸君、はい、じゃあどうやって、今日のポイントはここです。モテる大衆を作るにはどうすればいいのって話なんですよ。どういう香りを、放てば分泌すれば男性はモテるのかって話なんですけど、実はですねこれ男性のこのモテる大衆と相関しているものが1個見つかったんですね。これ何かっていうとですね、ズバリテストステロンの量です。テストステロンの量だったんですよね。はい、つまり男性らしいなんか行動を作ったりとか、自信だったりだとか、であとはその筋肉がねつきやすくなったりとか、あとは勇気を持ってですね物事に当たるというか、その新しいことに挑戦する能力とか、そういうものを司っているのがですね、テストステロンって男性ホルモンがあるんです。まあ女性ももちろん持ってます。男性がめちゃくちゃ多いんですよ。だから例えばテストステロンの量が多ければ多いほど筋肉とかもつきやすいし、新しいことを挑戦してリスクを取るようになったりするってことが分かってるんですね。だからよくほら、ね、女性でさ、俺筋トレするとムキムキになると嫌だみたいなこと言う人いますけど、基本的にならないです。女性は男性に対してです、ね、比べてテストステロンが低いんで、女性は筋トレすると普通に細くなりますけど、男性の場合ですね、まあ、ある程度以上テストステロンがあれば筋肉がつくという感じですね。あと代謝とかとも司ってるんで、まあ、そういう意味で言うとですね、健康の指標にもなってるわけ。テストステロンが高ければ、いわゆるこうね独身である可能性が高いし、でさらに、テストステロンが高いといろんなことに挑戦する可能性もあるし、まあ、つまりそれで成功したりとか、力強さを発揮したりとか、いろんなですねメリットがあるから、女性はテストステロンを嗅ぎ分けることによって、テストステロンの分泌量を嗅ぎ分けることによって男性の能力を判断してるんですね。能力とその相手とパートナーシップをですね結ぶためのチャンスっていうのを嗅ぎ分けてるんですよ。すごいですよね。はい、だからですね、まあ、だから独身の方がですね確かにモテたいっていうふうに思いますよね。でこうガツガツするじゃないですか、モテようとして頑張ろうってガツガツしますよね。でこのガツガツしてる行動が男性ホルモンですね増やすってことが分かっているんですよ。まあ、だから筋トレをするでもいいし、新しいことに挑戦するでもいいし、成功して俺はモテるんやって頑張って仕事するでもいいし、まあ運動とか食生活はもちろん大事ですけど、その分だけやっぱり男性ホルモンが増えて、結果的にその男性ホルモンが反映された独特のですね体臭に変化するんですよ。でこれが、プラスアルファテストステロンによって顔つきも変えるし、魅力も上げるし、体臭的にも魅力を上げるしってことなんですよね。だからですね、女性はですね無意識のうちになんですけど、テストステロンのですね高っていうのをですね嗅ぎ分けてるんですよね。そう、まあ、だから前ね、やっぱりこうね、親切な人が魅力的だよ、魅力的に見えるよって話とかもしましたけど、まあ、それとね同時にやっぱり親切で男らしいというか、行動が取れるというか、独身でかつちょっと、親切な人がモテますからね、親切 でかつ、まあ、筋トレとかちょっとやったりとか、新しいことにチャレンジしたりとかして、テストステロンを分泌させて、ね、ちょっとこうかっこよく、だからまあね、優しくて男らしいヒーローみたいなのがやっぱモテるんでしょうね、性格的にもね。そう、
ちなみに親切な人が魅力的っていうのはこれ女性も当てはまります。あの男性も女性もですね、あの年を取ってようが若い人であろうが他人に優しい性格の方がですね、やっぱり異性のアピールが増すっていうのもですね、分かってるので、だからテストステロン上げながら他人に親切にするってことをやってた方が男性はいいし、女性の場合だったらただ単に親切にするだけでもやっぱりいいと、いうことですね。はい、優しい人っていうのはですね、やっぱモテます。長期的なパートナーとしてやっぱりふさわしいというふうに思うし、あとですね、他人のためにですね、この自分の時間とか労力とか割いたりとか、自分のこうなんかリソースをシェアする行動って一見矛盾っぽく見えるんですけど、その分余裕がある、なんかこうアピールになるわけです。でこれがですね、セックスアピールになるんです。性的なあの魅力をですね、高めてくれるってことが分かってるんですよ。ことが面白いですよね。だからあのほら、クジャクの理論と同じで、進化心理学的にクジャクってすごいこう押すってこう羽がすごいでかいくて敵に見つかりやすいし、動きづらい羽がでかいついてるのに、あの羽がでかければでかいほどクジャク持てるんですよ。なんでかっていうと、あのそんだけでかい羽をくっつけてても生き残ってるってことはね、あの例えばそれ以外の能力がすごく高いんじゃないかってふうにメスは判断するわけです。つまりハンディキャップになるようなでっかい羽を持ってるのに生き残ってるってことはきっと優秀な遺伝子を持ってるんだろうなってふうにですね判断するので、こういうふうにですね生物って特定の部分を見て相手のですね性的な能力とかそういうのを判断してるんですよ。でこれは、テストステロン男性だったら人間だったらテストステロンの量で、あとは、性格だったらですねやっぱ親切な人がモテるってことなんですよね。そうだからもうそのね、他人にいろんなことを与えられる人ってことはその分余力があるんだろうな、余裕があるんだろうなって、だからそういうですね度量の深さっていうのもやっぱりモテにはですね、すごくねあの重要になってくるんだなっていうことがね分かってるってことなんですよ。だから面白いですよね、こういう意味で言うとね。そう、まあ、だからですね、男女問わずやっぱりね親切な人もモテるし、男性の場合だとそこにテストステロンをですね追加してがいいんじゃないかっていうのがですね今日のお話でございました。はい、皆さん負けたことはありますか？まあ当たり前ですよね。まあ人間誰でもやっぱり負けるので負けたことあると思うんですが、皆さん割といろんなことで負ける方ですか？それともまあ負けず嫌いで結構今まで人生で勝ってきた方ですか？どっちでしょうか？これ実はですね、負けることによって臭くなる体が、負けることによって自分が負けたって思うことによって体臭がどんどん臭くなっていくんじゃないのっていう面白い研究がありますんで、今日はそんなですね体臭とですねメンタルに関する研究をご紹介したいと思います。で一応ですね体臭に関しては、こういう負けたりとかするメンタル的な影響も大きいんですが、食べ物の影響の方が大きいというふうに僕は思っています。例えば肌荒れとかも化粧水とか化粧品とかいいものを使ってるかどうかよりも食事でかなり決まりますね。で絶対食べちゃいけない食品というのは実は決まってまして、これに関しては、今日も番組でやってる人の説明欄の方ですね、食べるとやばい肌荒れ食品っていう動画をですね出してますんで、ぜひですね番組タイトル下の説明欄、概要欄、またはコメント欄の方からチェックしてみてください。あの特定の食品を食べるとね、体内の体の内側と外側の炎症が進んでしまって老化するんですね。でこのせいで体臭が臭くなったりとか肌がめっちゃ荒れたりとかするって現象は結構起きるので、まあ、食事の方から気をつける方がベストです、体臭が気になっているという方は。そして今回はですね、そんな中でも、人間の行動メンタルがですね体臭に影響を与えるかもしれないよっていう面白い研究がありますんで、これをご紹介したいと思います。歯医者は臭くなるかもしれないっていうですね切ない研究ですね。でこの研究はですね、主に試合のですね前後にですね、アマチュア格闘家のですね体臭だったりとかホルモン量とか、いわゆるこうメンタルの状態とか痛みのですねあのいう状態とかそういうものを調べることによって行われた研究です。例えば試合前後のアマチュア格闘家の体臭を、測定すると、開始するということを行ってます。リーグ戦の最中に38人のアマチュア、格闘家ですね、これ総合格闘技ですね、で試合の1時間前と試合直後の体臭のサンプルってのを、回収して保存するということを行ったんですね。この際ですね、一応いわゆるこうなんデオドラントとか芳香剤とかが入らないように注意したりとか、全員ですね綿 100% の T シャツをですね30分間着てもらって、そのシャツをですねジップロックに入れて、クーラーボックスにですね入れて、マイナス21度で保存したりとかして、まあ、ちゃんとですねこうそのこの匂い成分が失われないように気をつけながら研究を行った、そうなんですね。でこの試合ではですね一応、勝者と敗者、勝つ人と負ける人っていうのがね必ず試合の前後で生まれるんですが、引き分けになった試合っていうのもありまして、引き分けの場合は、カウントせずに、全部で32個のサンプル、勝者17人敗者15人をですね、対象にして、匂いを回収して、その匂いをですね第三者にチェックしてもらうということを行ったんですね。具体的に言うとチャールズ大学とですね大学の学生138人を対象にしまして、このですね試合の前後で回収した T シャツで、かつ敗者とですね勝者に分かれるわけなんですが、この T シャツをカットして1時間前にですね常温に戻しておいて、でそれで常温に戻したその T シャツの匂いを138人のですね学生に嗅いでもらいまして、その香りのですね心よさ、いい香りがするかどうかというところと、あとその香りに対する魅力ね、とかあとたくましさを感じるかとか、あと
た匂いの強さ。で、こうやってですね、4つのポイントを7つの段階で、評価したわけですね。例えば、めちゃくちゃ不快だ、この香りで不快だってものから、非常にこの香りはいい香りだという評価まであったわけです。7段階ですね。はい。っていう風にですね、行って、その香りが、要するにこの、試合の前後によって変化するのかどうかってことを調べたわけですよ。で、これでもし、例えば、ね、香りが普通の人が、試合で勝ったらいい香りになるかもしれないし、試合で負けたらもしかしたら、嫌な香りになってる可能性とかもあるじゃないですか。こういうものを調べるということを行ったんですね。で、他にもですね、この研究では、試合前後の格闘家のホルモン量をですね、血液を採取してチェックしたりとか、あと試合前後の感情の起伏だったりだとか、あと痛みの感じやすさ、こういったものを同時にチェックして、人間はですね、負ける、あるいは勝つことによって、メンタルやホルモン量や人間の体臭、こういったものがどういうふうに変化するのかということを調べて、なんかこの研究の面白いところなんですね。まずは、結果ご紹介します。一つ目です。アマチュア格闘家の人たちの香りなんですが、魅力の採点に関しては、試合前よりも試合後の方が、香りに対する魅力度は下がります。まあね、思いっきりね、試合して汗かいたってですからね、汗臭くなるんでしょうけれども、魅力度っていうのは試合前よりも試合後は下がるんですが、なんとこれ面白いことに、試合に負けた人の方がより臭くなっていたんですね。普通ほら汗臭くなるんで、当然ね、T シャツも普通にこうやって着た T シャツと、ね、汗だくになってる時にですね、着た T シャツを比べたら汗だくの時の T シャツの方があんまりいい匂いしなすな感じするじゃないですか。確かにそうなんですが、試合に負けた人がその T シャツを着た場合はより臭くなったということが分かったんですね。だから敗者の香りって臭いんですよね。はい、これが1個目のポイント。2つ目のポイントは、香りに対する心地よさ、心良さですね。これも当然試合前よりも試合後の方が汗臭くなるんで下がりますが、敗者の方がですね、より、このポイントも下がっちゃったんですね。だからやっぱ敗者の方があらゆる点で嫌な匂いに、なっているわけですよ。負けた人の方がね。はい。で、一方で、たくましさに関してはちょっとイメージが違いまして、たくましさはですね、実はこれ、たくましさの香りの判定っていうのは、試合前にですね、これ実は差が出てまして、その試合で、勝つ人負ける人まだ決まってないんですよ。決まってないんだけれども、たくましさにおいて、試合前の香りで高く評価されてる人ってのは試合に勝ちやすかったんです。逆に、試合前に、たくましさのスコアが低いというふうに判断されてる人ってのは、いわゆるこうね、試合で負けやすかったんですよ。だから実際に、このたくましさに関する採点ってのは、敗者のスコアってのは試合前は低いんですが、試合後は勝者と同程度まで上がるんですよ。だから結局戦った後の香りっていうのは、勝とうが負けようが、たくましい感じの香りになるわけですよね。だからそういう意味で言うと、さっき言ったみたいに、心地よさとか、魅力度っていうのは下がってるように感じるんですが、たくましいですね、男は好きみたいな女子には、まあ戦った後の男の香りっていうのはですね、魅力的になるんでしょうね。それが、たとえですね、負けた相手だったとしても、ナイスファイトということで、たくましさのね、スコアは上がるわけなんですよ。うん、ちょっとキャットファイトが始まっちゃいましたよね、ここでね。はい。で、さらに痛みの度合いです。痛みの感じやすさは、勝者敗者で違いはなかったと。で、さらにテストステロンの量、男性ホルモンの量も、これもね、意外なんですけど、勝った方がね、上がりそうな気がするんですが、勝者敗者で違いはなかったんですよね。はい。で、コルチゾール、ストレスホルモンに関しても全く同じで、やっぱ試合後っていうのは戦った後なんで増えてはいるんですが、勝者とですね、敗者の間に違いは、なかったんですよね。で、こうした結果から何がわかるかっていうと、他人と競争する、勝負をするということは、これですね、この勝敗が大衆に影響を及ぼすんじゃないかということがですね、この研究から言えるわけなんですよ。試合に負けると、いわゆる大衆の魅力っていうのは落ちる可能性がありますよということですね。はい。でさらにですね、この魅力、その人本人の魅力っていうのもですね、試合に負けることによって、下がるということがこの研究では分かってるんですが、これ主に、負けた人のですね、この試合に負けた人のネガティブな感情によって引き寄されているということがですね、指摘されているので、そういう意味で言うと、人間ね、勝負に負けると臭くなるんですよね。だからぜひ皆さんもですね、大衆をですね、いい状態に保つためにもですね、まあ、勝ち続けるということが大事なのかも、知れませんね。よくさ、女性って、男性よりも匂いに敏感って言うじゃないですか。で、実際にね、女性の方がね、男性よりもやっぱり香りを感じる能力っていうのは高いというふうに一般的に言われます。だから、女性の方がさ、香水とかさ、体臭とか気にするじゃないですか、男性よりも。まあ、男性が無頓着っていうのもありますけれども、結構女性はそういった匂いに敏感だというふうに言われます。で、あれなんでかっていうと、実はね、このね、体臭、香りってね、いろんな情報が入ってるんですよ。例えば面白い研究とかを紹介すると、女性はですね、男性の体臭だけで、そのですね、体臭の持ち主である男性がイケメンかどうか、まあ、具体的に言うと自分の好みの男性かどうかってことを見抜けるっていう研究とかあったりするんですよ。一日中ですね、男性が着たこういう T シャツね、のですね、こう切れっ端、汗とか匂いがつくじゃないですか。この切れっ端をですね、用意しまして、並べるわけです。瓶とかに入れて、で女性にその匂いを嗅いでもらって、どの香りが一番ですね、魅力を感じるのかと、いうことをですね、決めてもらって、でこれとですね、別で、男性の写真を並べるんです。でどの人が一番あなたの好みですか、魅力を感じますかっていうふうに写真を並べると、その
大衆がついてる T シャツの切れっ端、最初に選んだ切れっ端と、自分が、あ、この人はね、イケメンだわ、と、この人が素敵だわ、っていう風にですね、選んだ、その写真の男性っていうのが一致するんですよ。つまり写真で選んでも、その大衆で選んでも、女性っていうのは、自分のですね、好みの男性にたどり着いちゃうんですよ。だから男性諸君はですね、いわゆる大衆とか、香りっていうのは非常に気をつけなくちゃいけないわけですね。で、これに関してはですね、まあ、例えば、じゃあ、香水をつけたりとか、そういうことをするのも結構重要です。超絶なイケメンだったら、大衆は実はあんまり関係ないんですけれども、そうじゃない人の場合、ほどほどのイケメンまたはイケメンではないレベルの人たちっていうのは、中程度よりイケメンじゃない人たちっていうのは、基本的にはですね、いわゆるデオドラント、いわゆる香水だったりだとか、あと消臭系のやつとかですね、そういうのとか使っておいた方が魅力が上がるということもわかってるんですね。で、今回は、そんな、大衆、男性でも女性でも使える、面白い研究なんですが、なんと、相手の匂いを一瞬嗅ぐだけで、相手の性格のですね、一部分を人間が感じ取ることができる。つまり、皆さんの大衆で、皆さんの本当の性格が相手にバレている可能性があるよという研究を今日はご紹介したいと思います。面白いですよね。自分の体臭で自分のね、心の内側がですね、相手にですね、見られてしまってる可能性があるわけなんですよ。で、こういった、研究から、じゃあどういうところが相手にバレるのか、体臭でね、どういう風にバレるのかってことを今日はご紹介したいと思います。今回の研究はですね、2011年に行われた実験をベースにしたものです。ブロツワフ大学ってですね、大学がありまして、この大学が、行った研究です。60人の男女にですね、T シャツを3日未満ほど、身につけてもらったんですね。だいぶ匂いが染みつきますね。その上で、この T シャツを、20人の、被験者にですね、匂いを嗅いでもらうという実験を行いました。まあその匂いを嗅がされる方はですね、なかなか溜まったもんじゃない T シャツとかもあったと思うんですが、まあいずれにせよ60人の人たちに、T シャツをですね、3日間着てもらって匂いをつけた状態で、この T シャツの匂いをですね、また別で用意した人たちに嗅いでもらって、その性格をですね、その持ち主の性格に関して、レポートすると調べるということがこの実験では行われました。で、この結果ですね、何が分かったかっていうと、要するに、3日間ね、着た、匂いがついた T シャツを用意して、これをまた別な人に嗅いでもらうわけですよ。くんくんくんと。で、嗅いでもらった時に、この人どんな性格だと思いますって、この実験者たちは聞くわけですよ。で、これと同時に、T シャツの持ち主たちに性格分析を行って、その人たちの性格も明らかにしておくんですね。で、こうすると、匂いを嗅いだ人たちが、いや、この人はこういう性格だと思うな、なんとなくのですね、直感というか印象を言った時に、どれぐらいこれが当たるのかってことを見ると、まあ、偶然、ほとんどの場合は偶然ね、当たったり偶然外れたりするんですが、偶然以上の確率でですね、当たる要素ってのが3つだけあったんですよ。だからつまり、皆さんも実は大衆で、この3つの性格ってのは相手にバレる可能性が高いわけなんですね。だからちょっと気をつけようぜということで、結果ですね、この実験の結果分かったのが、多くの人は単なる偶然を上回る確率でですね、3つの、相手の性格ってのをですね、見抜けることが明らかになりました。具体的に言うと、一番ですね、バレやすかったのは何だと思います？一番バレやすかったのは、外向性です。外向的な人ってですね、内向的な人に比べてどうやら匂いが全然違うらしいんですよね。なんかよくオタクっぽい香りなんていう風にですね、称されることもありますが、やっぱり内向的な人ってね、外向的な人に比べて香りが違うらしいんですよ。で、これが最もですね、相手にバレやすかった、香りなんですよね。だからね、オタクな人とか、あとは内向的な人なんか、無理に外向的なね、モテようと思って外向的な男を装うと、大体女性にバレてるわけですね。まあ女性はほら、そういう意味で言うと香りがね、に対して敏感なんで。だからまず一つ目、外向性はバレやすいですよと話ですね。これが1個目です。で、二つ目はですね、メンタルの弱さです。で、これも外向性とほぼ同じぐらい、バレやすかったそうなんですが、このメンタルのですね、の弱さっていうのも、相手にはですね、バレやすかったそうなんですよね。面白いですよね。だから自分のメンタルが弱ってる時とか、自分が本当は繊細で弱い人間なんだってことを隠して強がると、まあね、ほら、女性から見ると、いや、あの人はああいう風に言ってんだけど結構強がってるんだよねとかいう女子いますけれども、あれもしかしたら匂いで判別する可能性、してる可能性すらあるんですよね。面白いですよね。そして三つ目がですね、支配性です。で、支配性って言うと分かりづらいと思うんですけど、男性っぽい感じ、競争心が強かったりとか、他人を支配したりとか、まあ、権力とかをどれぐらい求めるかみたいなこと、支配性ですね。はい。まあ、男っぽい、性格かどうかってことですね。で、こういったものもやっぱり男性、いわゆるこうね、匂いで、分かる、体臭で分かるということが示唆されたんですよね。で、なんでこうなるかっていうと、研究チームこのように言ってます。まあ、外向性は置いておいて、支配性、例えば今言った支配性なんかの場合だったら、男性っぽい性格って言いましたけど、この支配的な性格を作るのって、テストステロン、男性ホルモンがこの性格を作ってるんです。で、おそらく女性とか、あるいはですね、女性以外のね、男性とか同性でもそうですけど、このテストステロンの匂いをですね、反映してるんじゃないのかと。つまりテストステロンの分泌度が高い人っていうのは特定の匂いを発していて、この匂いを人間は嗅ぎ分けられる可能性があるんですよね。すごいですよね。だから、この人なんか、
女性とか分かると思うんですけど、いや、この人なんか、悪くない人だし、かっこいいんだけど、なんか、付き合ったらすごい支配してきそうみたいな、すごいこう、男尊女卑っぽそうとか、あとなんかこう、亭主関白っぽそうなんでですね、いきなりですね、会って、別にその人何も言ってないのに、言う女性とかいますけど、あれね、あながち間違ってないと思うんですよね。テストステロンをですね、刈り取ってるはずなので、っていうことなんですよ。で、あとは、メンタルの弱さ。で、これもですね、実は、面白い研、ことがですね、研究チームによって言われてまして、研究チームが曰く、神経症的傾向、このメンタルの弱さっていうのは、不安に反応して分泌されるフェロモンっていうのが、ありまして、で、これを反映している可能性が高いというふうに言ってるんですよね。だからそういう意味で言うと、結構ね、僕らって、大衆で、自分のメンタルの状態とか、性格に関する情報を撒き散らしまくってるんですよね。だから、その、大衆のケアだったりだとか、まあ、その香水とか、そういったのもそうと思うんですけど、そういったものにですね、気をつけてあげないと、自分の、外向的なのか内向的なのか、そしてメンタルが弱いのか強いのか、他人を支配した欲求があるのかないのか、この辺はですね、相手にバレる、可能性があるので、ぜひですね、そこら辺に注意して、ね、相手の匂いを嗅いで、相手の性格を判断することをしてもいいし、逆にね、バレたくない場合はですね、自分の匂いを上手にマスキングするために、デオドラントに力を入れるというのがおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。皆さんの嗅覚をブーストする方法、まあ、というかリセットする方法についてご紹介したいと思います。例えば匂いって結構ですね、曖昧な感覚でですね、人間って、特に家の匂いなんかって皆さん気づかないことありません？人の家に行くと、あ、なんか、人の家の匂いがするなってのは分かるじゃないですか。でも自分の家って全く匂いを感じないですよね。ところが、まあ、数日間旅行に行ったりとか、一週間ぐらいですね、家を開けて、で、それから家に戻ってきたりとかすると、なんか匂うな、みたいな、なんか家の匂いするな、みたいなこと気づくことありますよね。でもこれって人を家に招いたりとか、あるいは自分の体臭でもそうですけど、人間でこう匂いに慣れてしまうんですよ。で、こうなってると、家が臭いのに気づかないとか、自分が結構、匂うのに気づかない、みたいな、そういうことが起きちゃうんですね。で、これを防ぐためにはどうすればいいのか、非常にですね、簡単な方法を2つご紹介したいと思います。で、このうち片方は、僕もですね、普段から、使ってまして、なぜかっていうと、ワインとか飲むときって、やっぱり匂いに敏感だったりとかした方が美味しいわけですよ。で、食事をするときも、人間の味覚と嗅覚って密接にですね、リンクしていて、僕らが感じる味っていうのは、そのほとんどが嗅覚、実は香りなんですよね。なので、ご飯を美味しく食べるためにもですね、このテクニックは使えますんで、ぜひですね、今日はですね、皆さんの嗅覚をブーストするための方法を勉強してみてください。で、今日はですね、一応番組タイトル下のですね、説明欄、およびですね、動画のですね、コメント欄の方にですね、嗅覚もブーストしてくれるおすすめの、動画をですね、入れてありますんで、ぜひですね、さらに嗅覚をこうね、研ぎ澄ませて、まあ、例えばね、自分の体の匂いに気づきたいとかね、あとご飯とか美味しく食べたい、より美味しく食べたいというふうに思う方はですね、ぜひですね、番組タイトル下の概要欄とコメント欄もチェックしてみてください。あと僕の無料の、オーディオブック、今 Amazon でですね、僕のオーディオブックがですね、一人一冊無料で聴けるキャンペーンやってますんで、こちらのリンクも番組タイトル下の説明欄、概要欄には入っております。ぜひ合わせてチェックしてみてください。というわけで、嗅覚なんですが、人間の嗅覚って実はですね、適応力がめちゃくちゃ高いです。だから例えば、友達が来た時に、わ、この家臭いなと思うような家でも、自分は気づかなく、なっちゃうわけですよ。で、実はこれ心理学的な現象でですね、認知心理学者のパメラ・ダルトンさんによるとですね、やっぱりこう自分では気づくことができない家のですね、匂いだったりだとか、自分の体の匂い、こういったものにですね、気づくための方法を実は紹介してくれてるんですね。で、そもそも、やり方を紹介する前に、なんで自分の家の匂いに気づけないのか、慣れてしまうのかってことをお話しするとですね、人間の鼻ってですね、実は周囲の環境に非常に慣れるように、できてるんですね。なぜかっていうと、こうね、いろんな匂いをずっと感じてたら、ね、例えばその、なんか違和感があったりとか、でも家に知らない人が来たりとか、異常事態が起きたら、僕らって、わ、なんか匂うな、みたいな風にですね、気づきますよね。で、こういうのを感じるためには、いちいち家の匂いをですね、いつもと変わらない匂いを変わり入れるわけにはいかないわけですね。ということで、周りのですね、環境に慣れやすく、人間の鼻ってのはできているわけなんですよ。で、どんなに匂いがきついものが室内にあっても、最初、うわ、くっさっと思うかもしれないんですけども、実はですね、人間の適応力ってすごくて、2回、たった2回呼吸をするだけで、嗅覚のスイッチがですね、その嗅覚に対して慣れ始めるんですよ。だから最初は、なんか匂うなと思っても、2回呼吸するまではきついんだけども、それ以降は、呼吸するためにどんどんですね、その嗅覚がですね、鈍感になっていって、匂いを感じれなくなっていくっていうところなんですよ。で、さらに実験によるとですね、どんな、匂いでもですね、3週間もすると、ほぼ無臭に近い状態になってしまうんです。だから、臭い家とか、臭い場所でも、3週間そこにいると、僕らはその匂いをですね、感じなくなってしまって、臭くないというふうに感じてしまうんですよ。怖い話ですよね。うん。だから僕実は、もともとね、すごい匂いに敏感な人間なんですけども、3日前に相手が、
焼肉に行ったかどうかが分かるぐらい実は僕嗅覚が敏感なんですけど、まあその理由の一つは僕は実は嗅覚を敏感にするためのね、行動をいろいろしているっていうのもあるんですよ。まあワイン飲んでるっていうのもあるんですけどね、ワインを飲むために、これ香りなんで、より楽しみたいとか、ワインの味が分かるようになりたいってことで、まあやったりとかするんですよ。あ、ちなみに今日の、ワインはグランエシェゾー2013です。はい。っていうところなんですが、じゃあですね、どういう風にすれば、嗅覚をブーストできるのか。で、もっと言うと、まあ別に嗅覚をブーストするまではいかなくてもいいんだけど、家にね、人が来る前に、本当に家の匂いが大丈夫かしら、変な匂いしないかしら、気になる人いますよね。で、これを、分かるようにするための方法をですね、今日はご紹介したいと思います。で、これなんで鼻が匂いになりやすいかってことはよくわからないんだけども、さっき言った通り、危険がないって判断した瞬間に、その匂いがやばいもんだったら、対処しなくちゃいけないけど、あ、しばらくいても、この匂いで体に害が起きてないから、まあ危険はないんだろうな、みたいな風に考えてしまうと、人間はその匂いを感じなくなってしまうんですよ。つまりどういうことかっていうと、人間が匂いを感じなくなってしまうのは、慣れが原因だと。で、特に、人間のメンタルが、あ、この匂いは危なくないんだっていう風に自分の中で、危険じゃないっていう風に判断してしまうと匂いがなくなるんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、脳にですね、刺激を与えてあげれば、再び、匂いのスイッチをオンにできるということが分かっております。まずは一つ目の方法が、自宅の匂いに怯えるって方法です。二つ目の方法が、全力ダッシュ。はい、この二つの方法があります。まずはですね、一つ目、自宅の匂いに怯えるというところなんですが、これは何かっていうと、いわゆるですね、これメンタルトリック的なメンタルハックのですね、一種なんですけれども、先ほどご紹介したダルトンさんのですね、実験とかにですね、よるとですね、自分の家が臭いんじゃないかっていう風に不安になればなるほど、なればなるほどですね、人間の脳がですね、匂いにですね、敏感になるスイッチをオンにしてくれるんですよ。で、本当に、嗅覚がですね、良くなると、いうことが分かってるんですね。だから自分の家の匂いに対して不安をですね、うわーっとかき立てると、臭い匂いがしてるんじゃないかなっていう風にですね、考えて、不安を高めるんですよ。で、こうするとどうなるかっていうと、一時的にですね、家の匂いに敏感になると。で、この不安がまた元に戻ったら、家の匂いにはですね、また鈍感なのでリセットされるんですが、こういう方法があるんですね。だから、うちの家臭いんじゃねえかなっていう風に、不安を感じるだけで、なんとなく、なんか、気になり始めると、なんか、言われてみればなんかちょっとこういう匂いがするなとか、なんかね、猫の匂いするんじゃないかなと僕の場合だったらね。ってことを考えると、やっぱそういう匂いに敏感になるんですよ。そうやってですね、一時的にですね、来客がね、ある前とかにはチェックするとか、で、あとはですね、もう一個の方、二つ目の方法が、とはいえ、そんなに簡単に不安にはならないですよと。あとはね、ちょっとメンタル的な問題で、あんまり不安になりたくないという方いると思うんですが、こういう方はですね、全力ダッシュしてください。運動をすることによって、鼻の血流を上げる。だから僕は普段やってる HIIT なんかもそうですけれども、そういう風にですね、血流が上がるような、ちょっとですね、激しめな運動を短時間行うことによって、嗅覚の敏感さを取り戻すことができるっていう、ちょっと面白い、テクニックなんですね。で、実際にですね、これは、プロの、香水調合師、いわゆる調香師、パフューマーですね。香水を作ったりとか、香りの仕事をする人のですね、プロの中には、仕事前に階段をダッシュで上り下りして、嗅覚をアップさせてから香水の調合に入るという人もいるそうなんですよ。面白いですよね。だから、僕らの嗅覚を敏感にするための方法は、不安になる、または、運動して鼻の血流を上げるというのがいい方法だそうです。まあ不安になるのはちょっとね、メンタル的な問題もあると思うので、おすすめはですね、来客が来る前にはですね、ちょっと運動してもらって、で、家の匂いを嗅いでもらって、変な匂いをしないかチェックするということがおすすめです。はい、ぜひ試してみてください。